まあ、開幕自体すごいワクワクしてたし、まあ、ポジション取りとかもこううまく取れて点に結びついてよかった。去年とかはやっぱりなんて言うんだろう、こう遠慮してた部分があって、自分の中で、まあ、多かったじゃないですか。代表選手も生きるポジショニングを取って間でもらえるかとかっていうのは考えてます。できるだけボールに関われるように意識はしてます。ボランチとかトップ下とかが多くて、攻撃で見せたいので、あの今のポジションは楽しいです。こぼれ球とかミドルとか狙いたいなって思ってます。アシストの前のパスだったり、その起点になるような、今誰が持ってて誰に入りそうで誰からボールが来るかなとか、こう見た場面に一番適した選択肢をできるだけみんなが気持ちよくプレーできるようにっていうか、多く作りたいです。敵の来方と味方がどの立ち位置を取っててどこに欲しいかとか、例えば相手がこうやってガーって来てたら止まれないからこっちにパンって、相手の逆を取ったり、私がボールを持った時のプレーに特に注目してほしいです。